待望。
一度揃っているな。これより作戦会議。皆のおかげで各学者たちがゾラマ、やつは大峡谷を目指す。大峡谷、ここで一つ、大峡谷でゾラマグダラオスの捕獲を決行したい。え、捕獲。幸いなことに大峡谷、今を逃せば次は賞賛はなければ動けない。答えは一つ、今なら息のいいご決まりだな。だったらその前に、最近アンジャナフがこの近くを。よし、ならばアンジャナフは強大な相手だ。総司令、そ君この後僕のと。あとは気になる報告が上がっていたな。調べに行ってくれるか。承知。これよりゾラ・マグダラウスの捕獲を目標とする。以上、解散。植生研究所の所長さんから話を聞きませんか。面白くなってきた。気合が入るよね。じゃあ頼むよ。いや、うん。次の任務はトビカガチの狩猟ですね。場所は古代樹の森か。
こう。特殊装備ですが、これはアイテムボックスで装備するとのこと。アイテムと同じように使うことで一定時間の効果を発揮します。効果が切れても一定時間後にはまた使えるようになりますよ。やだ、どうしよう。おい、
Thank you.
全く君は最高だな。来てくれ、ご機団。緊急クエストだ。大きくなったよ。さあ、お願いね。新商品入荷よ。
合入れろよ。それじゃ拠点守護の総仕上げといくか。いける。特殊装具はアイテムウィンドウから選択して使用できます。シルベムシが痕跡に反応していますね。調べてみましょう。シルベムシが痕跡に反応していますね。調べてみましょう。
シルベムシが痕跡の特徴を覚えました。この調子でどんどん痕跡を探しましょう。シルベムシが痕跡を追い始めました。緑色の光の帯についていきましょう。モンスターの狩猟が始まるとシルベムシが隠れてしまいます。ご注意を。シルベムシがターゲットに導いてくれます。もう少しでモンスターと遭遇できるはずです。
君は最高だな。Thank you.
しにくくなっているようです。おそらく水属性やられの影響ですね。
派手に行こうか。ダーマー、